アレクサンドル・グア・エルサレム2007アレクサンダー・ゲールはイギリスの現代音楽の作曲家、指導者。ハリソン・バートを一するピーター・マックスウェル・デイビスらと並んで1950から1960年代に始まるイギリス現代音楽の発展に大きな影響を与えた。ケンブリッジ大学音楽学部名誉教授。1932年8月10日。 作曲家で指揮者のワルター・ゲールとピアニストであった母の間にベルリンで生まれ幼少の頃家族に連れられてイギリスに移住。父ワルターはシェーンベルクの文下生でありマイケル・ティペットらともにイギリスの現代を音楽の発展に寄与した人物である。王立マンチェスター音楽大学のリチャード・ホールの下で学び、大学で知り合ったハリソン・バートを一するピーター・マックスウェル・デービス。 ジョン・オング・ドンラとマンチェスター学派を結成し、頭角を表した。1955から1956年、普通政府の小学生として突仏し、パリ音楽院でオリビエ・メシアン、イボンヌ・ロリオに指示した。この時の経験がその後の自身の発想に決定的な影響を与えたとゲールは語っている。初期の作品、1951年から52年にかけて書かれた。 ピアノ・ソナタ第2番はメシアに影響を受けつつも、独特の十二音技法を駆使し、明快でリズムの変化に富み、ゲールの特徴を表している。1954年のダルム・シュタット歌期限大音楽、講習会でこの曲が演奏された後、1956年には、還元楽のためのファンタジアが初演された。イギリスに帰国後、セルゲー・ゼンシュテインの映画台本に刺激されて、 カンタータ、洪水を作曲し、1959年に初演される。ゲールは三幕からなる。この作品で一貫性が保たれた厳格な構成の中に人々を恐怖に陥れた天才などが国名に描かれた原本の情景を鮮やかに表現してみせ、世間の注目を集めることになった。この後、1960年から1968年までゲールは、 英国放送協会で、コンサート音楽監督を務めている。洪水の成功を受けて新たに、カンタータの作曲がゲールに託されたが、完成した、サッターの黄金は歌うのが、とてつもなく、難しいと歌手の間で不評を買い、リーズ音楽祭における講演も振るわず、評論家による酷評を受ける結果となった。合唱指揮者、ジョン・オールディスに励まされ、ゲールはその後も、 合唱曲の作曲を続けた。1962年に2つの合唱曲を作曲し、この作品で初めて取り入れた先方的火星のセリエルが、以後14年間にわたってゲールの作風の特色となる。1964年にはバートを一するデイビスと共同でウォーダー上下記講習会を創設。ゲールはこの頃から、 オペラも手掛けるようになり、1966年には初のオペラアーデンマスト大を発表し、さらにミュージカルトリプティックを世に送り出した。マンチェスター楽派の中では最も伝統音楽に近く、前衛からは遠いスタイルをとっているのも、かつての演奏家の無理解を回避した最終的な決断なのである。ありがとうございます。